こいつらこんな近くにいやがったのか。ざっくりな、こちとら疲れてんだ。やるならそこのおっさん相手にやれよ。ふざけんなひよっこ、お前だけ楽できると思うなよ。近衛の者を連れ帰らねばなりません。邪魔する者は一匹残らず排除します。珍しい鬼のようだな。今度調べておくとしよう。悠長に言ってんじゃねえ。よく聞いてください。大型鬼は強固な外郭に守られています。それを打ち破られば鬼の生命力を削ることはできません。鬼破壊によって敵の外郭を引き剥がすのです。逃しません。柳生の剣、お貸しする。たく、やっと終わりかよ。危ねえとこだったぜ。邪魔者は排除しました。急ぎ、近衛を連れて脱出しましょう。ちょっと待て、鬼の死骸から何かが。
戻ったか、からくり使い。行方不明の者たちはどうした？お手柄だ。おお、生きていたか。隊長、ただいま戻りました。愚か者め、深追いするなと厳命したはずだぞ。申し訳ありません。今回だけは許そう。生きて帰ったことに免じてな。他の者はどうした？それが彼女が唯一の生き残りです。約残りの連中は手遅れだった。遺品を持ち帰った。家族に渡して。申し訳ありません、隊長。私が先走らなければ。そうか、あやつらが言ったか。本当に愚か者どもめ。貴様はよく生きて戻った。これからは一層里のために励む。それが生き残った者の務めだ。はっ、ありがとうございます。一人でも救えたのは貴様たちの協力あってこそ。不本意だが今は感謝しよう、カラクリ使い。貴様の責任でないことは分かっている。カラクリを信用したわけではない。だが我らは誇り高きこの絵、受けた恩には報いる。便宜を図ってほしいことがあれば私に言うがいい。それでいいな、博士。ふん、そうか。では研究所の予算を増やしてくれないか。とりあえず100倍ほど。な、何？便宜を図ってくれるんだろ。バカな。そもそもあの予算は医療の補助だ。貴様が医者だと言うから、かぐや様のご厚意で援助しているに過ぎん。では医療設備も充実させよう。それで問題ないだろ。魔女め、地獄に落ちるぞ。それは楽しみだ。へい、行くぞこの絵たち。魔女と同じ空気を吸っていては肺が汚れる。資金は後で届けさせる。せいぜい大事に使え。救援感謝します。人に感謝されんの何年ぶりだっけな。日頃の行いが悪すぎます。全員ご苦労だった。おかげで資金繰りには当分困らんな。おとなしく感謝されてりゃいいもんを。恨まれても知らねえぞ。ふん、そう褒めるな。褒めてねえよ。鬼の手の効果も確認できた。成果は上々と言っていいだろう。だが3人救えなかったのは事実だ。もっと効果的な運用を考える必要がある。とりあえず明日改めて研究所に来てくれ。鬼の手の整備をしたい。承知しました、博士。お前には少し話がある。後で家に寄らせてもらうぞ。今回の一件、私からも感謝します。あなたの勇気に敬意を。また皆で討伐隊を組みたいものですね。私も楽しみです。じゃあな。